コント面接官を煽る就活生。それでは面接を始めます。よろしくお願いします。ではまず志望動機をお願いいたします。志望動機ですか？それって言わなきゃいけませんか？当たり前じゃないですか。ふざけているんですか？志望動機を申してください。だってそれってエントリーシートに書きましたよね。では弊社鉄道事業部の面接は以上で終了となります。申し訳ございません。遅くなりました。本日の面接は終わりました。そこをなんとか面接していただけませんでしょうか？面接に遅刻なんて言語道断ですよ。よろしくお願いします。そう言われましたもんね。そもそもなぜ遅刻したんですか？御社の電車が遅延しました。私こういうネタを TikTok に投稿して、めちゃめちゃありがたいことにフォロワーが10万人を超えまして、するとやっぱり否定的なコメント、これアンチコメントも結構来るんですね。ですので本日は実際に来たアンチコメントをご紹介したいと思います。まず1個目こちらでございます。また変なの出てきた。頭大丈夫？大丈夫です。続いてのコメントこちらでございます。勝手に流れてきたけど見てて不快。不快な中最後までご覧いただきありがとうございます。続いてのコメントこちらでございます。ゴミ。シンプルですね。生きておりますので、ゴミはゴミでも生ゴミでございます。間違いなく増えてくださってございます。そんなことより毛量多すぎる。続いてそんなことより鼻の穴でかすぎる。そんなことより顔森泉じゃね？関係なくない？そんな感じでね、いろんなコメント来るんですけど、意外とこのアンチコメント、まあこういうコメントもね、励みになるんです。なので、私にこういったコメントも、大切にしていきたいなと思っております。皆さんもね、今後ともたくさんのコメントお待ちしております。こいつマジ顔やばくね？デリデリ無理なんですけど。消えろよ。コメントありがとうございます。